にちはっぴー、はい、にゃんこと鈴木愛理です。突然ですが皆さん質問です。朝一にディズニーランドに来たらまず最初にどのアトラクションを乗りますか？忍者と野獣魔法の物語と答えた方多いんじゃないでしょうか。というわけで今日はこんな企画を用意しました。美女と野獣魔法の物語を朝一番で並んだらどれぐらいで乗れるのか。結構皆さんから美女と野獣を朝一番で乗るのどうなのという質問をいただくので、今日はこちらを検証していきたいと思います。ちなみにもう乗ってきたんですけど、とんでもない結果になっています。果たしてどうなおはようございます。おはようございます。ただいま何時ですか？今は8時15分です。なぜ今回ねこの時間を選んだのかと言いますと、まあ勝手なイメージですが、人が混み始めるというか、そうなの、列が増えるというか、はい、なのでこの時間を選びました。はい、果たして今から並んでどれぐらいで美女と野獣乗れるんでしょうか。ドキドキ、混雑日って一体どんな感じなんでしょうか。手荷物検査のところ並んでないですね。思ってたより空いてるね。なんかわかんないけどどうなんだ。手荷物検査は抜けました。ただいまの時刻8時24分です。かなりスムーズに来れました。では早速並びます。通常開園は9時なんですけど、最近は8時半に開くんですよ。おそらく今日も8時半に開くと思います。開園しました。果たしてどれぐらいで入園できるのか、こちらも気になりますね。入園しました。ただいまの時間は8時42分割とかかりましたね。はい、なんかスイスイ進むかなと思ったんだけど、意外と時間がかかりました。じゃあ早速行きましょう。行きましょう。美女と野獣に向かうんですが、最短ルートはまっすぐです。美女と野獣はね、トゥモローランドの方から行った方が近いと思われますが、もう行列ができてる時はね、プーさんの方に行列ができるので、こっちに向かいます。みんな向かってます。ほら、まさかあれじゃないでしょうね。あれだ。というわけで並びました。なんと私が並び始めた場所、見て、パレードルートのとこだよ。そして待ち時間がなんと110分。なんと驚愕の待ち時間でしょうか。こちらは目安なので、実際にどれぐらい待つのか引き続き検証してみたいと思います。ただいま9時になりました。順調に進んでいます。ちなみに9時になって待ち時間が出たんですけど、なんと150分待ちでした。今来た人は大変だね。これは大変なことになりそうだ。恐るべし夏休みの祝日。はい、ここでようやく美女と野獣のエリアに入りました。9時25分でございます。今から美女と野獣エリアに入ってまた並んでいくわけですけど、よくテレビでやってるけど、この物語が始まるんだよね、ここから。そうだ、この待つのがさ、その順番になってるのはいいね。待ってる間も皆さんにストーリーを味わってもらうという配慮が感じられます。いや、皆さんただ待つのではなく、街の風景を楽しみながらね、待ってください。ぜひ。そろそろ並び始めて1時間経ちますが、どうですか。いや、暑いです。汗だらだら。
夏のこの長時間待ちは結構きついです。ちなみにやっぱ夏なんで飲み物がないとかなりきつくなっております。きつい。もうすぐねペットボトルなくなっちゃうわけ。どうしようってね怯えております。皆さんこちらだけは絶対に気をつけてください。もう持ってる僕たちでもやばいです。じゃあもう少しでお城の中と言いたいところだけどまだまだです。あー、かかりそうです。ようやくお城の前まで来ました。もう少しで室内に入れます。長い道のりでした。ちなみに私たちの道とは別で反対側に空いてるレーンがあってそこを進んでいる方がいるんですけど、そちらはプレミアアクセスの列となっております。なんて清々しく通っていくのでしょうか。これは羨ましいですね。2000円払いたくなっちゃうな。ようやく室内に入りました。なんとここまで来るのに100分かかってます。あれ110分って言ってなかったっけ。あと10分では乗れなそうです。こちらを抜けたらプレショーです。この城の主人だ。顔を見せて。来ました。ついに来ました。なんとここまで来るのに125分でした。頑張って待ちました。楽しみましょう。楽しみです。久しぶり。はい、というわけで終わりました。はいはいはい。というわけでただいまの時刻なんですが、はい、なんとびっくりですよ。ただいま11時3分でございます。どんな時間経ったの。開演して約2時間半ですね。時間にするとかなり経ってるんだなっていうのを感じました。以上、調査結果でした。というわけで朝一に美女と野獣魔法の物語になったらどれぐらい待つのかを検証してみたでした。検証をしてみた結果、舞浜駅の改札を出たのが8時15分の場合、パークに入園したのが8時42分、アトラクションの待ち時間が110分、そして実際の待ち時間が125分でした。今回この検証で何が言いたかったのかというと、それは朝一以外の待ち時間を見てください。なんとこのように待ち時間がすごく短くなるんです。実際に並んでいた時、近くの家族の方が朝一でこの待ち時間だったらこの後もっと待ち時間が長くなるよねっていう話をしていたんですよ。これは実際には違って朝一が一番混むんですよ。なので朝すごい待ち時間になっていたらちょっと待った方がいいということが分かりました。これをぜひ覚えておいてください。ちなみに9時時点の待ち時間はこのようになっていました。美女と野獣の他に入り口近くのアトラクションやこの季節に大人気のスプラッシュマウンテンはかなり並んでいます。これらの混雑しているアトラクションは朝の時間が待ち時間のピークになり、空いているアトラクションは逆に時間が経つにつれ混むので、出遅れた場合は空いているアトラクションから乗るのがおすすめです。というわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。
ちらもやってるので、ぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーにな。